こんにちは。荒木和弘です。えー、令和3年7月7日、水曜日のショートメッセージをお送りします。えー、前、あの話をしたかと思うんですけども、まあ私の直接の知り合いの方、それから、えー、間接的な、まあ知り合いの方、えー、ということになりますが、まあ知り合いの知り合い。で、お二人、コロナで亡くなりました。 それから、あの、これは間接的な知り合いということになりますが、知り合いの知り合いの方、お二人がワクチンの注射を打って、えー、間もなく亡くなりました、えー。一般論で言えば、コロナにかかって重症化する可能性は、まあ低いですし、からまた一般論で言えば、まあワクチンを打てば、あの、大体の方は、えー、コロナに関する、対する <laughs>、 えー、まあ、あの、抵抗力というか感染の可能性は低くなる。えー、ただ、個別には様々なことがあります。熱海の土石流の絵を見て、えー、写真を見てですね、本当思いましたあ。人間って弱いもんだな、ということです。もちろん、今も救助続いてますから、一人でも多くの方に助かっていただきたいというふうに思いますけども、でも、あんなことは自分でもいつ、 起こってくるかもわからない。家にいなくたってどこでああいうことに合うかもわかりません。東日本大震災の時も大きなビルがですね、もう流されるっていうのを見てきました。人間の力って本当にですね、我々、なんかもうすごい万能なような顔をして歩いてますけども、実際は本当にですね、儚いもんではないかなという感じがいたします。 誰かが言いました。人間の死亡率は100%ですよね。えー、私も、あなたも、えー、死から逃れることは絶対にできません。で、まあ考えてみれば200歳も300歳も生きてたいともあんまり思わないですよね、えー。どっかでリセットしてしまいたいと思います。ただ、できればそれはちょっとでも先の方がいい、えー、というふうに思うということです。 まあ人間生まれてからずっとですね、死ぬことへの恐怖感というのは消えないでしょう。だからこそまあ宗教もあるわけでしょうし、えー、まあ我々はどっかでそれに直面しなければいけないということです。で、 2002年、平成14年9月17日、小泉包丁の日のですね、夜の記者会見、あの、恵みへの誓いの映画の中でも出てきます。あの時にですね、言葉に詰まってしまった横田茂さんに代わって、佐紀江さんがですね、言った言葉というのは今でも時々テレビでも流れます。あの、お恵ぐみたちは濃厚な足跡を残した。 え、というふうに思っております。人は皆、いつか、いずれ死んでいきます、という言葉を、紀江さんはあの時に言われました。で、えー、並べて聞いていただくとわかるんですけど、最初の話し始めた時点では、横田紀江さんは、あもうめぐみさん亡くなったっていうことをですね、えー、受け止めていたんですね。だけども、話してるうちに、お話をされているうちに、 どうもそうじゃないんじゃないかっていう気になってきたんではないか。で、えー、そんなはずはないという気持ちがですね、改めて湧き起こってきて、で、えー、ただこれからも戦ってまいりますという言葉を残されたんだというふうに思います。で、えー、もちろんあの時のご家族みんなの話、どれもですねな、事前に準備した話なんか全くありませんでした。えー、もう本当にみんなとっさに出た言葉ですね。 だからそういう意味で言うと、あの、さきさんの言葉ってすごいな、というふうに改めて思います。まあ、本当にですね、あの、神様が乗り移って話したような言葉だったんだろうと。で、えー、しかし、いずれにしても、めぐみさんが生きていたとしても、他の被害者あるいは特定失踪者のご家族、そしてご本人たち、 は、まあ、亡くなっていった方は、少なくからずあるわけですね。分かってるだけでも、あの、手田越正治さん、外藤さんはあ、拉致をされた後で亡くなってるわけですし、えー、福留久美子さんとか渡辺秀子さんもですね、亡くなったというような話が、あまあ、ある、えー。これはわかりませんけども、年齢から言えば、もうそうなっていてもおかしくない方が、あまあ、非常に多いわけです。その時、私たちは一体どうするべきなんだろうかと。 えー、もう死んじゃったんだからいいんだっていうふうに思いますかそれじゃいけないですよね。だとするとみんなそれは逆に自分たちに降りかかってきて自分たちがやはり死の恐怖から逃れられないということにつながります。死の恐怖から解放されるということはありませんけどもでも もう少しでも気が安らぐのは自分たちの思いや何かが後に続いてくれるんじゃないかと、自分たちのことを覚えてくれている人がいるんじゃないかということがその先におそらくつながるんだろうというふうに思いますで。だとすると、我々は拉致をされた方々のことを絶対に忘れてはいけない。忘れないこと自体が、それが自分たちの生きている証にもなるんではないだろうかという感じがするんです。 えー、本当にですね、私はあのもうご家族にしろあるいは一緒に運動をやってきた仲間の人たちにせよ、もう随分いろんな方々の死に直面してしまいました。で、それより前も、私本当にあの学生時代からですね、えー、自分の同級生とか、えー、同窓生とかそういうですね、年代の近い人で、えー、死んでいく人を随分見てしまったんですね。本当にあの命って儚いもんだと思います。だから我々はですね、 あの、その、それぞれの人の命っていうものを、個別にどうこう言えることではありません。でも、やっぱり、みんな覚えていくという、覚えている、忘れないということは大事なことだろうというふうに思います。拉致害者の救出運動っていうのは、そういう意味ではですね、自分自身に対する運動でもあるのではないだろうかということを感じている次第です。 まあ、ともかく今は、まあ、あの、一刻も早く、拉致会社を救出しなければいけませんし、えー、まあ、あの、熱海の水害とかですね、えー、そういうことで、あの、ま、被災されている方、一人でも多くの方、助かっていただきたいというふうに思います。えー、我々、有限の命の中でどうやって生きていくべきかと、命をどういうふうに途絶えるべきかという、私自身も結論が出てないお話でした。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。